こんにちは、世界を旅してものづくりすばらし工房です。はい、今日はですね、効果的な YouTube 動画の作り方を説明していきたいと思います。よろしくお願いします。で、はい、私すばらし工房は2004年からガンジーの糸車の思想、糸紡ぎの思想に影響を受けて、でそれをコンセプトにお店をやろうということになって、でこういう、こう天然素材の衣服の、ね、ものづくりとかですね、あとまあ音楽演奏したりとか、あと中東料理とか、まあ、料理のレシピとかも公開して、まあ、いろんなことを統合して旅で学んだことを皆さんお伝えしてますね。でまあ主な収入源としてはこのチクチクワークショップとか、あとこの衣服の生産販売ですね。自分で販売するだけじゃなくて、こう誰かに売ってもらったりとか、まあ、お店に預けたりとか、はい、あとまあ生地を卸したりとか、まあ、いろんなことを統合してやってるって感じのこうフリーランス自営業者です。YouTube に関してはですね、2019年の3月から本腰入れて始めまして、まあ、大体4ヶ月ぐらいで、チャンネル登録者も160人ぐらいで、なんか160人ぐらい、全然なんか低いじゃんみたいな、1000人以上いかないと収益なんないでしょうみたいに言われるかもしれないですけど、今日すごい嬉しいことがあって、なんでかっていうと、私の服の展示会で、この YouTube 動画を見て、わざわざこう、静岡とか、めちゃ遠いとこから、遠いとこから、横浜の展示場まで、こう見に来て、僕に会いに来て、こう話しに来て、で、買いに来てくれみたいな、こうお客様がいらっしゃってくれたので、なんていうかな、こう単純に YouTube がなんかこう YouTuber としてそれでまあ食っていくっていうのも別に素晴らしいことだし、もうでなかなか誰も真似できないようなことだと思うんですけど、まあ、そうじゃなくても、こう今やってるこう活動の発表とか、まあ、自分の意見、自分はこういうふうに思うとか、ライフスタイルの発表とか、そういう感じで全然違った覚悟で、ニュースとか載ってないんだけど私こう思うとか、そういう感じでこう YouTube をで発信していけるような時代のこうツールですね。そして YouTube をこう使ってもらっても結構楽しいんじゃないかなと思って、特にこれからこう 5G の時代とか、こう1年とか2年をしたら来るじゃないですか。なのでまあその辺からお伝えして、まあ、僕が普段使ってるですね、機材とかですね、あとこう動画をどうやってまとめてるかとかお話ししていきたいと思います。はい、それでですね、まずですね、動画のこうまとめ方として、まず最初にタイトル言いますよね。で自己紹介しますよね。で自己紹介の時にですね、少なからずですね、こう誰が見てるか分かんないっていうか、こう誰のこと知らないよって感じで、え、お前誰だよみたいな感じじゃないですか。全然知らない人がベラベラ喋ってて、で本当に信用していいか分かんないみたいなとこあるじゃないですか。もしなんか顔見知りとか、あ、この人知ってるとかだったらいいかもしれないんですけど、まあ、ほとんどの人が初めて見るみたいな感じだと思うので、まあ、意外にこれは結構大事なのか、権威づけと言ってですね、例えばですね、簡単に言うとこう誰かの権威を借りてくるみたいな感じですね。僕もなんかこうお店始めるとき、まあ、そんな権威づけとかそういう意識全然なかったんですけど、まあ、先ほどもお伝えしたマハトマ・ガンジーですね、マハトマ・ガンジーの思想に影響を受けて、わ、こうやって手紡ぎでこうやってこう国はこう独立するぐらいのパワーがあって、こうやってものづくりのコンセプトもなるんだみたいな影響を受けたんで、まあ、それで、まあ、言ってみれば僕はそのガンジーの権威づけでこうこの本を購入して影響されたみたいな感じなので、そうですね、こう何かこう、まあ、何かの権威を借りるっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、やっぱりこうインパクトある権威を利用するみたいなのはもう全然ありなんじゃないかなと思います。もし自分が本当に影響を受けたとかだったら、まあ、それでですね、まあ、自己紹介、まあ、権威付けとかもそうだけど、タイトル自己紹介で大体 これを1分以内に必ずやるって感じ で1分以内にやってこう本編に入るって感じですね。なんでかっていうと、こういきなりこう最初から無駄話する人とかって、まあ、いるかもしれないですけど、僕もなんかこう研究する前はこういきなりなんか最初無駄話とかしてたんですけど、講演の時とかこうプレゼンの時ですね。でもなんかこう、お前誰だよみたいな感じで初めて会う人とか結構いるじゃないですか。なのでそういう時ってやっぱりこう最初聞いてもらうために、最初ってめちゃめちゃ大事で、特に YouTube とかだともう最初の印象でこう、このチャンネルつまんねえ、こいつなんだインチキくせえなみたいな感じでバーンって消されちゃうので、もう最初すごい大事ですね。で最初の1分とか2分とかクリアすれば、まあ最後まで大体見てくれるかなっていう確率で大体こう維持していくんですね。はい、であともう一つ大事なのがですね、ある程度数がまとまって YouTube チャンネルないと、こう関連動画とかで表示されづらいんですよ。まあ、例えば10本とか20本とかだとなかなか難しいですね。なので、まあ、最低でも100本はまとめて撮る。でその100本はできれば毎日毎日毎日更新して100本までいって、
それから予約スタートっていうのが今の YouTube の常識みたいです。私も今180とか190ぐらいあるのかな。でまだまだなんですけど、でなんかこう今までのこう限定公開とかも含めてなので、まあ、実質150ぐらいかなって感じで、まだ僕もスタート地点に立ったばっかりです。でもまあやっぱり100本のこうハードルを超えると、まあ、大体こうチャンネル登録者も100人以上とかになってきて、それでこの関連動画とかですね、特にこうマニアックな路線とかだと、まあ、関連動画とか僕とかこうヘンプとか草木染めとかってなかなかこうメジャーではこうあまり出てこないようなキーワードが多いので、まあ、こう上位表示されるというか関連動画にポコッとなるような確率はかなり高まると思います。だからマイノリティにとってめっちゃチャンスですよね、この YouTube って、はい、で機材なんですけど、私はですね、あの MacBook Air というMac で一番安いなんか整備済み製品とか言って、新品なんだけど新品中古みたいなのが Mac から買えるんですよ。でそれでなんかこうアップルケアとか言ってサポートも入ってっていうので、でこう何年か前に購入したんですね。でそれをねこうしばらく使ってたんですよ。でそれを使ってて、まあ最初の何ヶ月かはやってて、それで全然十分だったんですけど、ある時なんか突然こうやっぱりこう動画の編集の速度がすごい遅くなって、っていうのは僕音楽もやるので、音楽もこう入れたりとか、こうちょっとこうキャプション入れたりとかいろんなことやってるともうすごい時間食っちゃうんですね。で僕やっぱこう音楽のことも一生懸命練習したいし、こう服作りもやりたいし、あとこう自分のマネージメントでどんどんこう展示会とかこういうこうブッキングしていかなきゃいけない、こうビジネスのこともこう進めていかなきゃいけないので、もう動画編集にかける時間はだいたい2、3時間かな、1時間は、まあ、1日で多くて3時間とかね決めてるんですよ、はい。でそれだとやっぱりこうパソコンのパフォーマンスが MacBook Air じゃちょっと足りないってなってきたので、 MacBook Pro の整備済み製品をですね、もうこの間買いました。はい。でで結構一大決心だったんですけど、やっぱりもうこれからかなり使うの で本当にこう体の一部みたいに毎日使うので買ってみました。で買った感想はですね、 MacBook Air とはやっぱ全然違うなって感じで、こう打ちやすいし仕事も早いですね。で編集ソフトも MacBook、 あ、じゃあ iMovie でずっとやってたんですけど、 iMovie じゃなくて Final Cut Pro っていう、まあソフトですね、1回買って3万5000円とかすると結構高いんですけど、まあ、それも買いました。で買いました、なんでかっていうと、こう結構毎日やるぞっていうのを1年間は絶対続けるぞ、何があっても毎日やるぞっていうのを決めてるので、もう1年間3時間毎日やるんだったら、もうどうせだったらいいのがいいじゃないですか、はい。なので、まあ、時間短縮できて、その分パフォーマンスも上がって自分のスキルも上がって自分の処理能力も上がるんだったらと思っていいの買いました。といっても別に最新式の買ったわけじゃなくて整備済み製品のを買ったまでですけどね、はい。なので超最新式のって30万ぐらいするから、僕のは20万もしないかな、17万ぐらいの整備済み製品で、でもまあそれをとりあえず使ってますね。でマイクなんですけど、もちろんこうスマホとかのマイクでもいいんですけど、私はこの Shure っていうメーカーのこのマイクですねを使ってますね。なんでかっていうと、私は音楽活動とかもやってて、やっぱりこう音楽のこう楽器の演奏とかも録音することとかも結構多くて、まあそれでも使えるし、いやまあちょっと高いんですけど、これもまあ一回買っとけばね、まあ、これも保証もしっかりしてるので買ってみようと思って買ってみました。はい、まとめです。なんかこうマニアックなことしてる人とか、なんかこう信念があって生きてる人とか、そうですね、できればやっぱりこう YouTube ってこうやらない手はないんじゃないかなと、ね、すごい感じてますね。特に僕いつも言ってるんですけど、やりたくてもできない人、 YouTube 撮ってもアップロードするのにこうギガ食ってできないとか、そう 3G の環境の国とかまだまだいっぱいあるので、例えばパキスタンとかもそうですけど、でそういう人たちってやっぱりこう YouTube で撮ってどんどん発信しようとしてもなかなかできないんですよ。国のインフラが整ってないんですよ。あと YouTuber とかになったとしても、こうウズベキスタンとかもそうですけど、こうバンキングインフラが、銀行のインフラが整ってなくて、それでこう収入をこうスムーズに、こうお金の流れがスムーズになるようにできないんですよ。でも僕ら日本人って最初からできるじゃないですか。もちろんすごいストレスが多い社会で、お金もかかる社会で暮らしてるから大変は大変で、ね、先行きもこうなんかこう高齢化とかでこう老人人口がめっちゃ多いとか辛い社会ではあるんですけど、でも自分たちができるアドバンテージやっぱり利用しない価値、ね、手はないと思うんですよ。それでまあ毎日 2,3 時間だったら、例えばボケとさ SNS 見たりとかする時間あんだったら、もうそれどんどん削っていけばですね、できると思うんですよ。なので、まあ、これからやっていこうって感じですね。
で来週もですねナチュラルハーモニックプランツセンター企画のヘンプフェア で、ですね、来週の日曜日7月の21日、午後から夕方まで私ずっとあのこう新月小屋とか行ってこうなんかこう建物の中なんですけどショッピングモールの中なんだけどなんかこう木でできたこう小屋がありましてでそこで、スワラジのヘンプ衣服の受注会って言ってこう布を選んでこれどの服だったらこの布だったらいくらぐらいだよとかこの布だったらこれ作れるよ、うん、この布だったらこんな形がいいんじゃないとか言ってそういうアドバイスもしながらこう受注あのオーダーできるっていうイベントやりますので、まあ、その時はねあの在留してますのでぜひぜひねあの遊びに来てくださいね。あのもちろん受注会といっても必ず受注しなきゃいけないってあ違う違うオーダーしなきゃいけないっていうわけじゃないので本当気楽に遊びに来てねそういう感じでね、まあ、半日あのそこで過ごしてるのでぜひぜひね、まあ、全然関係ない YouTube の話してもらってもねいいですよ楽しいですよねいろいろね、はい、でそこ の、 あのご飯ベジタリアンご飯とかベジタリアンじゃないのもあるんですけど野菜めちゃくちゃ美味しいレストランなので、はい、私もいつもそこで食べるの楽しみにしてるので、はい、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。それではまた来週失礼します。